ということで、北上初出演をしていただきました白沢神楽さんによります天野岩戸と獅子舞でございました。続きましては北上市の鬼剣舞、鬼柳鬼剣舞めぐみの皆さんです。まあ、芸能女子交流会では毎回出ていただいておりますので、ご存知の方も多いとは思いますけれども、北上市には約13団体の、鬼剣舞の、踊り組がございます。ですが女性だけの踊り組っていうのは今はこのめぐみさんだけのようです。女性が何人も、加わっているという組は、まあ、多いんですけれども、女性だけというのはめぐみさん、今やどんな郷土芸能にも女性がかなり活躍しておりまして、まあ、本当に頼もしい限りではあります。それでは早速踊っていただきたいと思いますが、演目は三番庭とゼンマイ、二人かごでございます。三番庭は一番庭、二番庭の、まあ、儀礼的な要素に加えてより勇壮に踊るという特徴があります。それから二列で扇を掲げまして片足跳びで体型を組んでいきます。千夜念仏という念仏を唱えます。ちょっとあのリズムはうまくできませんけど、千夜派三国一の夜、富士の山よと唱えまして、その後、太鼓林で、最後は千夜派登り手拝めば皆死のと、林方が唱えて踊ります。ゼンマイはヘギとか平らな木でできたお盆を持つので、お盆ですね、お膳を持つのでヘギとかヘギ回しとか、言われ方をしております。まあ、そのお盆を両手に持ちまして曲芸的にこう踊るという大変アクロバティックで余興的な踊りとなっております。二人かごは刀を二人で持ち合って刀くぐりをする踊りです。どれも高度な技量を要する踊りですが、果敢にめぐみさん挑戦してくれます。お楽しみにというところでございます。それでは鬼柳鬼剣舞のめぐみの皆さんです。よろしくお願いいたします。
ございました。鬼柳協会めぐみの皆さんです。もう踊ってもらったばかりでもうぜーぜー言ってる状態で、本当申し訳ない、息を切らしている状態で出てきていただきます。もうちょっとこちらにお寄りください。どうぞ明かりの中に3名様にお越しいただきました。それこそ、2人かも踊られたのがお二人、そちらのお二人お二人ですね。すみません、お名前を。近藤ひろ子と申します。近藤ひろ子、佐々木のぞみです。佐々木のぞみさん、そしてゼンマイをやられた、はい、藤原文子です。藤原文子さんと、じゃあ先にゼンマイをやられた藤原さんからお話を伺いたいと思うんですけれども、あのゼンマイの難しさってどういうところでしょうか。もちろん落とさないようにっていうのは難しいんでしょうけど、あれよく落とさないでやってるなと思って見てて、中にはあれくっついてじゃないかと疑う人がいるらしく、とある鬼剣パイ団体 の上の方がわざと落とせとそれをちゃんとね、ついてないんだとか見せるためにと言っておりましたが、今日ちょうど偶然にも、はい、その見せていただきましたが、いかがでしょうか。すいません、気が本当に上がっているところです。そうですね、難しさは一見こうなんでしょう、軽々と踊ってるように見えるんですけど、こう全てが難しいです。全てが、はい、どこに全神経がやはり手の音にいってるんでしょうか。とにかく足ですか。はい、お膳を落とさないようにじゃなくても足元なんですね。はい、足でこうリズムを踊りながら、そのなんでしょう、上がり下がりとかっていうところで足が難しいです。そうなんですね、はい、あそこがぐらつくと、はい、お膳も落ちる、はい、なるほど、はい、ありがとうございます。それではお二人かも踊られました、お二人お聞きしてよろしいでしょうか。はい、ですね、まあ、お聞きしたいこと本当いっぱいあるんですよ。やっぱり女性が鬼剣舞踊るって随分増えてますけど、正直体力的にもきついんじゃないかと思いますが、いかがですか。きついですきついですけど、やってることによってストレス発散だったりとか、やっぱりこう嫌なことがあったり忘れられるとか。どんな嫌なことがあるんでしょうか。まあ日々の生活とか皆さんもあると思いますけど、うん、それも忘れられるので、一瞬のそういう時間があると、まあ自分的にはこう気持ち的にも楽しく、みんなとこういろんな話をしながら練習をして、で、ああだよこうだよとか、ここをどうしようかっていうこともできるので、私は結構すごく楽しくやらせてもらってます。なるほど、はい、やはり足が一番きついですか。そうですね、太ももからやっぱり、うん、あれですね、扁背と言われる祈祷の方と言われている、はい、あの、まあ、股を開いて、そうですね、腰を下げる、やっぱりちょっと女性はきついのかもしれないですけどね、はい、膝が痛いとやれないという。そうですね膝にやっぱり、うん、膝は痛めますね。痛めますよね。痛めます、はい、あの特に、はい、あのまあ、体力的だというか、その持続する力というのが大変だと思いますが、体力作りは全くしてません。
私ね、それであれだけ踊られるというのはどうしてなんでしょう。わかりません。やっぱり楽しいからじゃないですかね。そうですか、うん、そこに全神経をご集中できるというか。きついですが、やっぱりきついなと思うことはありますけど、とにかく楽しいので、逆に練習とかに行かない方がちょっとストレスが溜まってきたりとか、今こういう時期なので軒並み公演とかが減ってるじゃないですか。そうすると練習だけしても公演する機会がないと、なかなかこうやっぱりね、パタズムないと。それこそ夏とか練習する回数とか量もそうです、ね、なかなかできなかったんじゃない、はい、減ってたので。めっちゃストレス溜まります。そうですね。練習の方法というか、何か特殊なことをやってるということはないんでしょうか。まあ、一応女性軍恵みの練習日というのは毎週木曜日なんですけど、はい、8時に集合して、基礎練習をスクワットみたいな形で、まあ、決まった形の基礎練習をどれくらい30分スクワット近く、そうです足の、はい、それをあとジャンプしたりだとか、そういう練習、基礎練習をしてから前の練習に入る。あと、少年団が水曜日の練習、あと大人の男性陣が水筋と練習をしているので、それにも出たい人は出ると思う。本当にあの年いってくると、あの練習しないととても本当に踊れないので、なるべく3日間の練習出れるときは出てる人もいるし、木曜の練習だけで頑張る人もいるし、今そういう感じですか、ね、その鬼競馬の練習は基礎体力作りであり筋トレであり。そうですね。本当にそうですね。だから皆さん若々しいんですね。本当に皆さんお元気な方が多くてですね、年齢不詳の方ばっかりだったのであえて年齢はお聞きしませんけども、はい、本当に素晴らしい踊りでございました。ありがとうございました。頑張っていただきたいと思います。どうぞ。ありがとうございます。